Radio Aquas 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 Eight Two Aquas Eight木八。木八。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この番組は栃木県那須塩原市、はい、疎水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスからお送りしております。はい、はい、木曜日8時木八は私アコと、はい、DJ トムです。はい、クーリーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして技術にはコウさんです。はい、はい、はい、そしてこちらにきらびやかなお方は誰だ。手作り三大一ミルクの森から来ましたヒロです。ヒロさんですね。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。すごいですよ ね、 ね、すいません、なんかいや店と関係ないんですけどね、うん、全然サンドイッチ屋さんなんですけれども、今日はね、はい、こういったファッションで来ていただきましたけれども、はい、今日プレミアですからね。普段こういう格好されてないらしいですから。そうです、お店ではね、うんうん、はい、まあ、お店の中ではね。でも頼めばしてくれるんですか。まあ、イベントなどの時に行っていただければ、はい、メイド服でも大丈夫です。あ、他にいろいろある。そうですね、一応これは趣味的な部分で、うん、普段のプライベートの服なので、またお仕事用のちょっとまたコスプレがお望みならばみたいなところはありますけど、なんかトムさん同じの持ってるっていう、ね、同じ服持ってる、あ、サイズ違う、サイズは6サイズぐらい違うんで、ね、あの多分同じデザインだと思う。あ、大なんで信じるなよ。いくらなんでも。ちょっとなんか想像したら ね、 ね、似合うんじゃないかなって思ってきたからね。似合う似合う。でももしかすると似たようなことはやらされるかもしれない。かもしれない。最近周りにいる人がさ、そういうの多いんだよね。じゃあトムさんがなんかお姉キャラだったら面白いねっていう話が最近出てて。そうか、あの二人に狙われたらさ、逃げ切れないよね、きっとね。 あの二人って誰、あ、これから、これから徐々に、うん、徐々に分かるの、はい、うん、まあ、あの、悔しいかもしれないけど、うん、アッコさんよりは綺麗になっちゃうと思う。そうなんだ、うん、ノコメ、クーニーには負けると思うね。クーニーがやったらね、うん、え、そういうアッコさんは何、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 アッコさんを鼻に例えるとって、なんかコメント来てませんでした。来てましたっけ。あ、それも読んじゃう。まだ今日のテーマ、今日のテーマですね。そうですよ、勝手に言って今日のテーマなんですけれども、はいはい、ちょっと難しかったかなと思うんですけれども、はい、あの人を花に例えるとっていうね、うん、テーマにいたしました。ところメールが少なくみたいなね。っていうかきっとそれ難しいよね、はい、もうすっごく盛り上がるか、うん、シーンとしちゃうかどっちかだと思う。ダンオッパナとかさ、ワシッパナとか、あ、面白い。そっちかい。まあでも、うん、ちょっとでも男性の方にはちょっと食いつきにくいテーマそうでもないんだって。そうでもないの。今から証明してあげる。うん、え、クーニーはどんな花ですか。ヒロちゃん。マーガレット。ほら、サラサラ出てくるからね。どんだけ。マーガレットでしょ。ね。マーガレット好きなんですけど。アッコさんはタンポポ。タンポポ。タンポポのイメージ。そう。根っこでしょ。そう。根っこだ。あ、根っこだ、花じゃない。あ、根っこ。そうね、去年の今頃はタンポポをね、取ってね。タンポポ茶って飲んだことありますね。タンポポのコーヒー、はい、あ、でも聞いたことはありますよ。ないですけど、興味はありました。タンポポのコーヒーは根っこを取って、それで作るんですけれども、うん、去年は大量に作りました。美味しいですか。で、みんな飲まされて、スタッフにみんな ね、飲んでもらったんですけれども、みんなってさ、
他の番組までですよ他の曜日の曜日に押し入ってですね、はい、タンポポ茶デリバリーのアッコさんの番組だからね。アッコさんもう一個ある、セイタカ泡立ちそう。あ、いやでもそんなに破壊力ないでしょセイタカ泡立ちそう知ってますね、あの秋口にこう黄色い、そうそう、こんなやつね、花粉が飛ぶんじゃないかって言われている。それの天ぷらを食べさせるんですよ。草ですよ、草。野草、まあ、食べられるというか、あのイメージは毒草だよね。そうちょっと毒っぽ い毒だと思ってるでしょうけれども、うん、それただのこう、ね、イメージで言ってるだけなので、さすがに僕は食べませんでしたあれは。食べたよ、ホムさんえ食べたよえ、なんか、セイタカワナシソの天ぷらが、うん、スタジオに登場するっていう話を聞くか聞かないかの直前で、うん、なんあれ、あの時具合悪くなったかなんかでやってたんだよ、そんなことはない。とにかくそのタンポポコーヒーをね、今年も作ろうと思ったんですけれども、また作るんすかもういいんじゃないですか。もうこの時期を楽しみにしていたのに、やっとね、今タンポポを先出しましたけれども、うん、なんかね、こう放射能のね、影響があるんじゃないかなって、ね、いろいろありますからね、今ね、多分また大量に作っても今度は飲んでくださらない恐れがいっぱいありますのでね、でもね、してもしょうがないかなと思って、影響ないっていうことを祈りたいですね。そうですね、うん、それに飲まない理由はそこじゃないと思う。そうですか。すごいいいんですよ、タンポポ、ね、うん、女性にとってはもう、うん、いいんです、ホルモンに、うん、ことなので、まあ、今年のちょっと今残念なことですね、それ、うん、タンポポを取れない。タチはちょっと良かったな。え、なんでですか。来年とかね、うんうん、全然もうしゃの心配なかったら、まあ来年ね、まあ、はい、こういう状況なんで来年ね、飲めるようになりたいですね。ね、なんでもね、安心してね、うん、口にできればいいなと思います。今カエルも食べられないんだね、じゃあね。カエル食べるとか言うんですよ、おかしいでしょ。食べられるんですか、カエル。食べられるみたいな、そうなの。ちょっと怖いです。赤いのが美味しい、緑はまずいです。ちょっと怖がられちゃったじゃないこれだけで。海外とかでさ、ね、カエルの料理とかあるけど、そういうのじゃないですかね。アッコさんはこう追っかけてってカッてやってって言っちゃうからね、踊り食い。かわいそう、うん、な、誰が。たまにこう食べながら話すると、こう足がピョって出てきたりする。想像しただけすごい、もう嫌がられて1時間持ちますかこれ。もう嫌われちゃったじゃないですか。いや、本当のことだから、はい、さて、うん、さて、ということで、あの、はい、ね、あの人を花に例えたらというね、うん、え、あのアッコさんからの模範回答は、え、花に例えたら、いやだって自分で出題したんだからさ。あ、そっか、うん、何も考えてなかった。うわ、えだもんな。あ、その話はまた後でしようかなと思ったんだけど、花だけに、いや、うん、ちょっとね、そうだ、書いてきたんだ、ね、クーニーはデイジー、はい、デイジーっていう花。どんな花なんですか、デイジー。デイジー、しょぼい花。しょぼい花。かわいい花ですよ。しょぼい。パッとした花ですからね、うん、花言葉がね、無邪気とか平和とか希望、美人っていうのもありますけれどもね、うん、そんなところかなと思いますね。はい、そして技術の和光さん、はい、サルビアの花、サルビア、うんうん、花言葉が燃ゆる思い、知恵、うん、ね、あ、そういう感じですね。で、トムさん、あ、その前にヒロさんのところはちょっと、なんだろうな、まあ、ガーベラとかバラとかそういうのがいいかなと思ったんですが、あ、マーガレットって言ったから、マーガレットは恋占いというのが花言葉。恋占い、いいね。バラは愛。
トムさんはアネモネ。アネモネ。アネモネって綺麗な花なんですけれども、うん、いい花言葉は期待。期待。悪い方は薄れゆく希望。見捨てる。見放される。っていうのを選んでみました。まあ大体さ、ね、発表する順番を最後に回されたっていう時点で落ちに使われるのは分かったよね。もっと落ちるかなと思ったら意外に落ちなかった、ね、さらにですね、はい、さらに見たところですね、はい、それよりもさらに西洋アジサイがいいかなと思って、うんうん、花言葉はイバリア。無情、うん、無情。あなたは冷たい。あ、それぴったりじゃないですか。ということで西洋アジサイにしましょう、うん、っていうかさ、これさどっちから決めたんですか。何が花から決めたのか、花言葉から決めたのかねえ。まあそこは間違いになく花言葉から花を当てていったっていう感じですよね。そうですね、はい、またこの髪がいいんだ、まあ、いいから、そんなことは。ねえ、そんなことはいいから。私の決意っていうのをこれなんか逆さまに書いてる、うん、いいんです、これは。あ、いいですね、はい、はい、そろそろ行きましょうね。ちょっと1分ぐらいオーバーしてしまいましたけれども、はいはい、行きましょう。我が町仕事人。いい、はい、はい、じゃあヒロさんの方から自己紹介お願いします。那須塩原市西三島にあります手作りサンドイッチの店ミルクの森というのをやっております。ミルクの森さん、ね、そうですね、全然またサンドイッチからも遠い名前のような気もしますけど、一応サンドイッチ屋です。可愛、うん、い名前ですよね、お店の名前ね、うん、はい、じゃあ質問をね、なんかもうすでに最初の1個目の質問あれだよね。手作りサンドイッチっていうだけでもう分かっちゃうもんね。まあ、とりあえず改めて聞きましょうか。はい、ミルクの森さん の、 あの代表的な商品はどんなものでしょうか。一応メニューを持ってきてるんですけど、はい、まあ、一番初めにベーグルありますけど、はい、やっぱりメインとしては三角サンドとか、あとはご予約で受けておりますこういうパーティーサンドっていうものの予算に応じてっていうものなんですけど、こういう感じのものですね。はい、ベーグルもいいですね。これがパーティーサンド。そうですね、パーティーサンドは。この辺が普通のサンドです。あ、喋ってていいですよ。うん、やっぱり人気が高いのはベーグル。ベーグルがおしゃれなお客さんが多いのか、ベーグルは人気がとてもありまして、一応もう午前中とかでなくなっちゃう時もあったりします。限定なんですか。そうですね、一応はそんなに数は出してないんですけど、結構ね、ベーグル好きな方最近多いですからね。あのベーグルの食感がやっぱりね、楽しいですよね。楽しい、美味しい、美味しい、完全にサンドイッチ用のベーグルなので、ちょっとベーグルだけで食べると微妙なパンですね、これは。私も好きなのでよく食べますけど、サンドイッチ用なんで、本当にベーグルの味とかよりはなんかあった方が美味しい、薄味みたいな感じのものですね。パンなんかも全部サンドイッチ用のものなので、サンドイッチにしないと美味しくないと思います。そういうものです。で、そのミルクの森さんはいつ頃からやってらっしゃるんですか。結構古くてですね、はい、2005年ぐらいからなので、うん、もう6年くらいはやってるんですけど、何分すごいもう目立たないところにあるので、うん、多分知らない方がほとんどだと思います。結構近いですよね、ここからね。近いですね、うん、西三島。西三島ですからね、うちからすぐ近い。あー、そっか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 。住宅地ど真ん中です。で、それってでも簡単なんですよね。簡単、うん、行き方は三輪瀬屋さんの前の通りを烏ヶ森の方に向かっていくと、はい、右側にミルクの森さんってちっちゃい看板がね、そこを入っていくとね、分かりやすいですからね。そんなに看板大きくないけど目立ちますよね。目立ちますよね、あれね。可愛い。大体もやっとたどり着きましたって入ってくるお客さん結構
るんですよね。ミルクの森って何名前から想像ができないですからね、これ。前々からその看板だけで気になってたんですけど、結構そうよく言われます。来てみたらこんなとこだったっていう。お店の方をやられてるのはヒロさんとあと誰がいるんですか？オーナーである母です。あ、お母さん、はいはい、うん、季節のものとかもやってるんですよね。そうですね、今の季節のサンドイッチとしましては、ね、いちごサンドとかかぼちゃのサンドなんか、うん、この間ちょっと伺った時はいちごサンドをいただきました。美味しかったでした。なんかデザートとしても美味しそうですね。いちごサンド結構人気があります。ね、あのちょっと私から言うのあれですけど、まあ、食べるのもね、うん、それいいんですけれども、そのお店の中がすごい可愛い、はい、趣味ですね。え、どんな風に可愛いんですか？ね、そのね、空間がいいんですよ。あの広くはないんですけれども、うこうね、細長い椅子のあるところ、うん、もうちょっと横向くともう可愛い空間が広がってるんですね。その辺のレイアウトとかディスプレイ見ないと、うん、広さもやられる。全て趣味で一からペンキを塗ったりとかしつつ、で、その可愛いスペースを借りられるんですか？そっちじゃないそうなんですよ。そこじゃないんだ。もう一つ庭の中のちょっとしたオブジェみたいな感じで建ってる小さい建物がありまして、はい、そこも約まあ8畳くらいのカフェスペースみたいになってますので、はい、うん、そこをご利用いただきます。おー、なるほど。あとは、お庭の方が素敵だと一番力を入れているところです、うん、今オープンガーデンということで、うん、メインはバラです、うん、もうこれからですね、バラ。そうですね、もうオーナーの趣味なので、うん、3年目くらいなんですけど、うん、だいぶ大きくなってきているので、うん、今年はちょっと期待をしているところです、うん、一度で、うん、バラってなんかあれですよね、綺麗なだけじゃなくてなんかこう品格っていうか、うん、なんていうんだろうね、なんていうの、そういうの、僕ですか？そういうまあ、バラの、ね、種類にもあるでしょうけども、あ、気品ね、うん、バラはいいですね、うん、ちょっと手入れがね、大変ですけどね、その気品に負けない、うん、手入れがすごいというか、うん、やはり手がかかるというか、うん、あります。今だいたい300本近く、そんなにあるんですか？そうです、種類的には200種類くらい全部ぐらいだと思うんですけど、でも本数としてはまずちっちゃいのもあるので、うん、まあ、全部含めてですけど、うん、で、その素敵な庭と可愛いそのお店とかこの商品とかそれっていうのはなんでそういう方向性なんですかね？母がやりたいことを、私がやりたいことっていうのをそれぞれがやっていったらこの形になってしまったっていうのもあるんですけど、でもいいんじゃないですかね、そういうお店作りね、うん、そこら辺は多分クーニーがちょっとね、うるさいですから、お店作り、僕も、あ、でも時間ないから行きます。ひどい、え、いや、今たまたま時計見たら、そうね、で、まあ、ちょっとね、前半最後の質問になるんですけれども、あのヒロさんが、まあ、お仕事してる上で一番楽しいこととか嬉しいことっていうのはどういうことでしょうか？そうです、やっぱりその中の内装とかを可愛いって共感してくれる方がいることが何より私は嬉しいです。あ、共有できるっていうか、自分の作ったものとかにこう賛同してくれる感じっていうのは、うん、はい、やっぱり何事にも買い難いものがあると思います。嬉しいよね、嬉しいです、そういうのね、嬉しいです。あ、意外と、うん、意外と時間余った、ね、どうぞ。あの僕も、あの親子でね商売やったんですけど、まあ今父はもういないんですけど、うん、やった時にやっぱり思ったのは、あの同じ職種で同じことをやるというのは非常に大変なんですよね。
あの例えばパンだったらパンを2人で考えてこうやっていくっていうのは大変で、であのやっぱりその2代目とかっていうのはまた違った路線をこう引いていくとすごくお母さんともこうやっぱりうまく回っていくのかなっていうふうに、だから今ねうまくこうまさにその通りで、やっぱり同じことを一つでやろうとすると、どうしても新しいものと古いものが、そうですよね、なっちゃうので、そこはもう母に任せるところは任せて、自分がやりたいことはやるみたいな感じで分業にしたら結構うまく回ってます。あですよね、なんか世代継承のすごい理想的な形のやつ、そうですね。からうまくねやってるんですね。はい。それではじゃあ前半このぐらい、はい、しまして、曲の方いってみましょう。曲は何でしょう、はい、今日は何でしょう何でしょうあれあれ決まってないですか。決まってないです。決まってますよね。でもね、決まってない。ふるさと、ふるさと、ふるさと、はい、どうぞどうぞ。会いたくて会いたくて会いたくて
なぜだろう。ちょっと音が入ってなかったみたいでね、すいません。パート2が始まりました。はい、手作りサンドイッチ店ミルクの森のヒロさんにお越しいただいております。はい、パート2よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、手作りサンドイッチ店ミルクの森さんは、お休みが日曜日と月曜日ということなんですけども、休日はどんな過ごし方をされているんですか。まあ、趣味に興じて。趣味。趣味に興じております。趣味っていうのは、可愛いものをめでる、発掘する。発掘する。作る。可愛いものなら何でもいい感じなんですか。そうですね。自分のアンテナに引っかかったものなら何でも。可愛いものハンター。そうです。自称一応。ちょっとどっかのアイドルみたいな自称ですけど。鳥獣ハンターとかじゃないですかね。似たようなもんですかね。どっちかっていうと可愛いものがあればどこまでも。はい、さっきね、じゃあ可愛いものって言って丸パカちゃん知ってますかって言ったら知ってらっしゃるんですよね。さっき丸パカちゃんの、丸パカちゃんは何でしたっけ、オーナーさんね、ヘラケンさん、ヘラケンさん来てくれましたけど、ぜひね、ご紹介したかったな、丸パカちゃんってキャラクターね、知ってるとはね、思わなかったですね。今ね、那須塩原を中心に大ブレイクしてますからね、らしい。ビーナス、ね、ビーナスとかね、美しいナス。可愛いものを作るっていうのはどういったのを作るんですか。そうです、まあ、ファッションドールとかのブライスっていうのがあるんですけど、ファッションドール、はい、ちょっと小さめな感じのお人形で、はい、リカちゃん人形ともまたちょっと違う、ちょっと特徴のある感じのお人形なんですけれども、顔のしっかりしたい、そう、知ってます、さすが君に知ってますね。あそ宇都宮の
オリオン通りの、うん、あのロフトの隣のビルの上にありません？元ロフトの別名オタク御殿みたいな、ありますよね、はい、あそこで取り扱っております。うん、じゃあよくあそこも行かれる？そうですね、あの辺が宇都宮ですと。クーニーも行ってたの？なんかあそ こう入ってったんですよ。あそこの僕はあの399円ショップっていうのが入ってて、そこが雑貨が面白くて、それをぐるぐるぐるっと上がってったら、なんかあれここ僕来ちゃっていいっていうゾーンに行っちゃったんですよね。専門店ありますね。なんかこう引き込まれそうなにお人形ですよね。そうですね、見て目力のある人形です。うんうん、あるある。なんかハマる気が分かりますね。うんうん、吸い込まれるような、うん、生きてますよね。それがいっぱいあるんですか？それともちょっと違うんですか？ちょっとこうちっちゃい方のキャラクターみたいな感じの子がいるんですけど、そっちなんですけど、それを作ったり、そうファッションの定期を服を作ったりとか、あとはそのまあちょっとすごい話になりますと、全部解体をして、はい、目とかも全部取って、一回バラして、それをまた組み直す、自分なりの色にしたりとか、メイクをし直したりとか。目とか外れるんですか？あ、でも目とかだけ売ってた。売ってます、それだけで、色の自分の気に入った色入れたりとかして、結構コアな世界です、ドール業界は。お店入っていただくと、お人形さんがね、こう、そうですね、パッと見ると、いますんでね。います、ね、でもあのビル楽しいですよ。いろいろオタク的なものがありますからね。うん、でもヒロさんのなんか趣味、結構お金かかりそうですね。かかりますよ。ファッションもね。ファッションはお金かかります。もうこのために生きてますからね。さっきあの曲の途中ね、なんかお給料全部。全部。本当そのブライスの人形とかも、カスタムしたのですごい人気のあるものだと、はい、1体でオークションで50万とか軽くいっちゃう世界なので、とても手出しはできないですけど、すごい世界です。趣味にはお金がかかります。それって日本で作られているものなんですか？もともとは30年くらい前にアメリカで生産されてたものなんですけど、はい、それがアメリカであまり売れなかったっていうのがあって、中止されてたのが日本に来て約10年前に宝トミーの方から発売されて、今10周年今回やります。さすが詳しいですね。やっぱり道がいろいろある業界なので、ファッション道路なので専門店が代官山にあったりとか、そういったね、あのファッションもそうですけど、人形とかそういったのが、まあ、ルーツといいますか、子供の頃からやっぱりこう描いてたものがあるとしたんですけど、子供の頃の夢とかっていうのは、やっぱり何かを伝える人になりたいっていうのが、自分のこの世界を持ってる世界観を共有する人を探したい的な、多分部分があるんだと思います。自分の中に世界として持ってるものが、だからまあ見ての通りこれなので、はい、本当にそれに賛同してくださる方とかもすごく少ないですし、ちょっと街を歩けばもう外人さんとかにもうカメラプリーズみたいなちょっと捕まりますし、盗撮もしょっちゅうですし、その逆を言えば脱税って指さされて笑われたりすることもあるので、もうさすがに10年以上これやってると慣れてきますけどね。10年以上。そうですね、もう今みたいにこんなにロリータブランドっていうものが出てきてない10年15年前とかは、自分で作って服を着てたので、いい時代になりました。お金はかかっても、あのちょっと聞いていいですか？あのなんか仕事人に全然関係ないけどそういうのを写真に撮って、例えば私が撮って自分のブログとかに上げるのっていうのは、別に撮られた方としてはどうなんですか？やっぱりその、まあ、部類といいますか、ネタ的にされてやっぱり晒し物にされるのは嫌ですよ ね、うん、っていうのはありますけど、うん、賛同してくれて納得がしてくれてる部分であれば問題ないんですけど、うん、はい、一般受けっていう点ではまだまだ難しいと思います。オタク的な部分であったりとかっていうのは、どうしてもいろいろ犯罪的な部分と結びつけられたりとかもしますので、あの盗撮的に遠くからこうカシャカシャって撮るのと、あーこんにちは可愛いですねとかって言って撮るのって、どっちが？それは声かけられた方が嬉しい
ですけど、うん、でも実際本当に盗撮はしょっちゅうあります。やっぱり都会ですとなおさらですよね。そこら辺はもう気にしないことにしました。気にしてたら来てられません。ねえ、それでこう、まあ東京の方に行かれてたっていう話なんですけど、今回なんかすごい、もうすごい行動力の持ち主に現るみたいな感じですね。ひっそりと老後ですから、そんなことはない。子供の頃からこう描いてる夢に向かって、うん、学校もすぐ東京にポッと行ってしまった。もともとなかなか協調性がないんでしょうね。どうして合わせられないんですかね。でもその個性がね、今のお店にも役立っていて、ね、お店作りなんかにもね、役立ってるってことなんでしょうね。うん、で、東京の方とかではどんなお仕事、お仕事とか勉強？勉強は脚本家の先生の下で勉強したりとか、はい、あとは専門学校の方では、はい、ミュージックビジネス、アーティスト発掘からマネージャーまでというのを一通り大体勉強しまして、あとはイベント関係とかも、まあもうでも全然勉強の段階ですけど、はい、まあ大体やりました。でもすごい後輩なんですよね。あの僕がまあその頃ってそんな行動できたかなって思っちゃうんですけど、今はねこう意識して何でも挑戦してみようと思うんですけど。ね、若い時にそうやって行きました？マコさん。え？行きました？行動力ですか？うん、そうね。まあまあ。まあまあ。ね、でも本当そんな行動力があるね、うん、ヒロさんですけれども、将来ですね、あのミルクの森さん。はどのようなこうお店になっていきたいですかっていうさっき質問をしたんですけれど、ちょっと今のところ将来は考えられないほどお忙しいんですよね。そうですね、もう日々を今手いっぱいにやってるので、うん、特に展望というものはまずでも描かないことが逆にどうなっていくかって自分の中でも面白みとしてあると思うんですよ、はい、目標を決めちゃうと確かに頑張れるって部分がありますけど、そこに行けなかった時とかにどうしても許せなくなっちゃう部分が出る気がするので、何も持たずにどうなっていくかの修正しながらも悪くないかなと思えるようになりました。はい、そうですね、長くやってると、まあでもね、今忙しいってことはそれだけね、今やってらっしゃることが順調に進んでるっていうことですからね。充実してる感じですよね。うん、ね、すごいですよね。お若いのにしっかりしていて。年齢は聞いてないんだけど。で、なんかあれですよ、1日何個作るか知ってます？皆さん。サンドイッチ特注があった時ですよね。特注で大きいのが来た時には、うん、わかんない。ジャカ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 ジャン800個。そんなに安い。でもちっちゃいのですけど来たりします。すごいですよね。それもでも長い間母がやってきたことの、まあ、現れだと思うんですけど、信用としてくださっているっていうのが、こんなちっちゃいところに来てるのは私もすごいことだと思います。親子でやってらして、なんか か細い感じなのにそんなにすごいなんか、ね、エネルギッシュな感じですね。いやもうそれはちょっと何日か付き合ってみてください。はい、すごい行動力というか、もうとんでもなく人脈を広げてくる人なので、この行動力が今を作ってると思ってますから、うん、私は、うん、っていうかもう時間が来ちゃってましたね、うん、はい、大丈夫です。全然ぶっ飛ばして来ちゃった感じなんですけど大丈夫です。これ最後ちょっと、ね、あの、うん、いいお話もう一個あるんで、うん、いつか行っちゃって、うん、はい、あの、10年後の展望っていうさっきお話ちょっとお聞きしたんですけれども、うん、ここでまたちょっと素晴らしい話が出てしまったところ、あの、物とか値段じゃないっていうお話先ほどお聞きしたんですけど、
と思ってはいるんですが、まあ、私の考えですけど、はい、僕そういうのちょっと大好きで、トムさんも好きなんですけど、あの前ね、先ほどあった話ではこう人と人とのつながりであるとか、そういう癒しの空間っていうのがこれから求められるんじゃないかっていう、そのくらいしかやっぱり小さいお店が持てる武器ってそれなんじゃないかなっていうのを今までやってきた中でやっぱり掴んでるっていうのもあるので、はい、そう思うかなっていう感じですけど、絶対いいと思います。ぜひ頑張ってやっていただきたいと思います。はい、なんかすいませんね、あ、大丈夫ですよ、ね、はい、うん、じゃあまたちょっとね、後でピアノしてもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、アッコの知恵袋を買った、イエイはい、今日はお花のね、テーマですよね、はい、あの人、お花に例えたらということでしたけれども、はい、お花にちょっと関係することなんですけれども、うん、まあ、これからガーデニングをね、うん、始める方は多いと思うんですけれども、うんうん、ね、でもあの虫とかあの苦手な人とかいるじゃないですか、うん、食べられない人苦手ですあ、苦手なんですか。苦手です。あ、じゃあお手伝いはしないんですか、あんまりバラの手入れとか。そうなんだ。さっきでも分かりましたよね、カエルの話したら泣きそうでしたもん。いや、だってちっちゃい虫とカエルは全然違うじゃない、ね、はい、ね、まあ、苦手な人いっぱいいると思うんですけれども、はい、まあ、そういうお花とかでも、うん、虫が寄ってくるお花、うんうん、寄ってきやすいお花ってあると思います。はい、やっぱりあるにはあるんですけれども、うん、まあ、基本的にね、虫が来ないよっていうのはそんなにね、うんうんうん、あの樹木とかお花にないんですけれども。私用じゃないの？え？悪い虫がこういっぱい、まあ、悪い虫がつかないように薬を撒いてるんじゃないですか、はい、つきやすい、虫がつきやすいのは、はい、バラですね。バラは結構ね、うん、手入れが大変ですけれどもね、やっぱり消毒したり。アブラムシね、うん、あとツバキとかサザンカ、はい、なんかサルスベリ、スベリ、スベリとかはつきやすいですね、はい、まあ、植物によりますけれども、うん、そういうのを年に 3,4 回消毒をするといいんですけれどもね、はい、虫があの梅雨時とか乾燥している時期に発生しやすいんで、はい、うん、まあ、春とか春から秋にかけてその薬を散布するのがいいんですよね、はい、まあ、バラとかはね、日頃からまめにこう手入れしてることが大切ですけれども、はい、あとは枯れた花とか葉っぱは、うん、まあ、虫がね、こうつく原因になっちゃうのね、そういうのはこうすぐ摘み取ったり、うんうん、した方がいいですね。あと鉢とかで買うとき、購入するときには、うん、そのポットとかのね、下にこうダンゴムシとかナメクジとかついていないかとかね、うん、こう見て、よく見てから買うとかね、はい、まあ、ナメクジいたら食べちゃうもんね。あれは食べるんだ食に食べるんだってはい、そして、虫はそうなんですけれども、あとこう、あのなんか手入れすると痒くなっちゃうとかね、うん、手足痒くなっちゃうとかっていう人いますよね、うん、それは、気をつけた方がいい植物がありまして、草花だとオブコニカっていうお花、ちょっとあんまり聞かないねお花ですけれども、あと木だったら漆とかハゼノキ、ハゼノキっていうね、うん、そういうのは、うん、うちのね、胃腸のなんかね、あれでちょっとこうジンマシンができちゃったことがありますね、うん、まあ、人によってね胃腸は強いんじゃないですか、うん、結構あの銀杏とかね、うんうん、もう結構ダメな人いますからねそうなんですよね。あとまあ毛虫がこうついてね、うん、
体中じん、私なったことあるんですけど、じんましんばーって毛虫だって気がつかないで、でこうちょっとかゆいなと思ってかいちゃうじゃないですか、でまたどっか触るともうそれがすごい広がっちゃってひどいことになっちゃうんですよね、で毛が生えてきて、ゴリラになっちゃって、自分が毛虫毛虫になっちゃう、意味わかんない、はい、まあ、毛虫の場合がね結構多いので、やっぱり作業するときは長袖、ちゃんと長袖を着て首まであるものを着て帽子をかぶってね、ちゃんとしてから作業するといいということです、はい、はい、この知恵袋でした。お、終わった、っていうか今、オブコニカってさ、あった？え、これなんかホームセンターとかでよく売ってない？これこれ、これなの？あ、プリムラのことなんですね。プリムラオブコニカ、プリムラは結構売ってます。あるよね、そこら辺に。それが痒くなる、ちょっとね、ちょっとまあ気をつけた方がいいかなって。え、これは味付けは何がいいの？食べる、醤油と食べるんだ、やっぱりさっきあのトライアルさんに言ってたのが、あれこの花食べられるんじゃないかなって思ったのが売ってたんですけど、いやそれ花屋さんじゃないのえ、トライアルの入り口に、食品え、食品コーナーじゃない、お花お花売ってるとこですよ、だから鉢植えにあるのが、あ、これ食べられるっていう。いや、あの、お願いだからさ、食べるものは食べ物屋さんで買おうよ食べられるもありますよね、売ってますよね、今流行ってて、あの、そのバラのお話出ましたけど、バラも、あの、食べられますしね、母の日ギフトとかで、桜が咲いてますけど、桜塩漬けにするとかね、いろいろ食べられるものはあります、今咲いてるナスタチウムがあったのかなと思うんですけれども、食べられます、そう、花、むしゃむしゃね、ケーキの上とかに置いてたりしますね、最近、ああ、なるほどね、名称とかね、あの、何か草花の虫、虫がいるから受粉して果物とか実もなるんだから、やっぱり、いなけりゃいつもでもないんだよね、やっぱりね、なるほど、そう、役割はあるんだね、漆だって、まあ、かぶれるけれども、やっぱりね、社会、人間社会にちょっと必要なものです、ね、あれ、あっこさん誕生日いつだっけ？え、今度さ、漆の枝でお箸を作ってプレゼントしようかなと思って。そうなんですか、すごいってここにボコボコになるって言ったよえ、なんでそれそんなことやなんの、嫌がらせはい、はい、それでは次はメールのコーナー行きましょう。はい、はい、一コーナーあったのね、そこにね、はい、お前ね、遠くて見えなくて、あ、そか、はい、コメントをこれ和光さんがくれてですね、はい、木八のアッコさんは ボケかと思ったけど、ボケの花ってことですかボケてるって言ってるのかなと。それもボケかと思ったけど、トゲはないですもんね。周りを明るくするイメージでひまわり、ちっちゃい、ちょっとちっちゃいので、姫ひまわりなんてどうでしょう。ちっちゃいひまわりね。ちっちゃいひまわりはね、花言葉が光輝、愛母、光輝って光り輝く、愛慕う、いいですね。はい、これでも大きいひまわりだと全然違くて、花言葉が偽りの富偽金持ちやだな、偽金持ちってなんだろう ね、でも一瞬は金持ちだもんね、わかんないですけどね、はい、そしてたむたむさんですね、ありがとうございます、ボアノイテ、あ、こんばんはという意味ですね、ポルトガル語でね、ラジオネームタムタムです、はい、皆さん春ランマンいかがお過ごしですか、はい、ここはやはり木八の皆さんを花に例えてみました、
一生懸命考えて書きましたので聞いてください、うん、皆さんいい花になっていると思います。アッコさんはガーベラ、うん、女性にも人気の花、美しく大輪の花でいてほしいのでガーベラです、うん、あ、いいですね、ありがとうございます。でクーニーさんはこの時期にぴったりのヒヤシンス、はい、春竹縄のこの季節、紫色でどこか男らしく甘い香りがするのでヒヤシンス、うん、DJ トムさん初見なしどうですか皆さん、素晴らしいでしょうそしてなんかね、追加で先ほどメール来まして、うんうん、技術の和光さんにも来てます、はい、紫陽花だって、あ、紫陽花、青い色が好きということで、うん、青い花の紫陽花です。 DJ トムさんやっぱり該当なし皆さんいい花になったと思いますなんかよっぽど変なことしたんでしょうね、はい、なんかしたんじゃないですか ね、 ね、はい、ありがとうございます。まあね、はい、水に、うん、またメールください。あのお花ネタ、はい、はい、お花ネタ、はい、プリムラは桜そうでしょん、桜そう、桜そうとは違うじゃないですかね。え、でも桜そうかの、あ、桜草かってことね、その種類ってことですかね、うんうん、桜草は結構細かい、ね、細かい犬なんですけれどもね、プリムラちょっとこうプリッと可愛いんですけどね、うんうん、はい、あとですね、あのちょっとだけいい、はい、あの業務連絡なんですけども、今ご覧のね、あの、うん、あなた先週書いたってやつがどこにあるか分かんなくてずっと探してるんですけどまだ見つかりません。よろしかったらツイートしてください。すいません、うん、お願いします。はい、すいません。はい、それでは、はい、仕事にパート3、イエイ、はい、はい、今日は手作りサンドイッチミルクの森さんのね、はい、ヒロさんに来ていただいてますけれども、うん、はい、はい、もうあっという間にね時間が来てしまうんですけれどもね、最後に PR とかしてもらえますか、はい、なんかありますかね。一応ご注文をお受けしてから作るっていう、少しでも新鮮なものを食べていただきたいっていう思いがこだわりとしてあるので、どうしてもお時間をいただいてしまうという点が本当にスタッフ一同申し訳ないと思ってるんですが、そういう部分があることをご理解していただきたいですっていう、どうしてもそこが皆さんネックになったりしてるようなので、まあ事前にお電話とかいただければきちんとそこはお付けしておきますのでよろしくお願いしますっていう、うん、分かってればね、お電話で注文すればね、むしろその時間は別に嬉しい時間だよね、そのために店内もちょっといじりましたので、ご自由に本とか読んで待っててほしいです。可愛い本もありますんでねちょっとそんな人には向かないですか ね、 すねあれは厳しいですかね。でもあのお母様からやられても40年ぐらいっていう、そうですね、母がスタートして、先ほど、まあ、聞いた話の中で、うん、やっぱりその歴史を感じるなと思ったのが、そのサンドイッチにしないとこのパンはパンだけ食べても違うんですっていう話出たじゃないですか、うんうん、だからその辺がやっぱすごいな。ただね、普通にサンドイッチ屋さんって言ってやろうとしたら、ただ普通のパンで僕たちはやっちゃうじゃないですか。それがやっぱり美味しいサンドイッチにした時に、うんうん、美味しいパンっていうのがちゃんと分かってらっしゃるからね、絶対美味しいでしょう ね、 これね。あの結構さ、男の料理とかってさ、うん、なんか本とかもいろいろ出てるけど、ね、素材から何からさ、全部最高のもん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 、それ組み合わせると大したこと分かったりするんだよね。だからやっぱ主役と脇役とかちゃんとわきまえて作んないとね、うん、ベーグルとかもね、楽しみですよ ね、 ね、うん、ぜひ食べに行ってみてください。はい、うん、え、もう一回場所とかですか。そうですね、場所、うん、はい、場所はどういうふうに説明しましょうね。西那須の、新西那須町の西三島ですけれどもね、西三島で、住宅地の真ん中です。地図ねしていただいて、本当住宅地の中にね、ポンってありますからね、うんうん、
もうちょっとするとあのバラがねいっぱい咲くのですぐに目に入るんじゃないかなと思いますね。時期に、ぜひ。さっきほどのあれ放送で配信で言いましたっけ、あのね、なんて三島市や三島って言ってたからね、カラスガモリの方に向かってあそこは何百メーターぐらい、あれ1本が500メーターぐらいですかね、500メーターぐらい行った右側にあの入り口にミルクのおじさんの看板が ね、 板がねありますからね。ちょっとあの茶色っぽい看板ですよ ね、 そうですね。ちょっとあまりにも何の倉庫だろうっていう感じで本当に分かりにくくて申し訳ないんですけど、そこを入っていって左側ですよね、はい、入っていけばもう分かると思いますのでね、ぜひ行っていただきたいと思いますけど、今地図を見てたらなんかスティック揚げパン、スティック揚げパンもあるんですね、はい、ね、あるんですね、美味しそうですけど、ココア、ガーリック、シュガー、これいいですね。でもサンドイッチ屋なので耳の部分が出ちゃうので それを揚げてる、加工してスティックでね、ガーリックとか美味しそうですね、ビールのおつまみにお父さんに好評です、ね、これいつも売ってるんですか。こちらあの麦の外の方にも売っていただいているので、サンドイッチなども置いてますので、そちらの方であったりなかったりっていう、スコーン、スコーンもちょっとした手習いで私が焼かせていただいております。焼き菓子の方はすごいですね、ちょっとした手習いです。早速ね、皆さん行くと思いますからね、ね、今日の、まあ、ゲストのひろちゃんもこのお店も、はい、あの打ち合わせしてる時から思ってたんだけど、うん、考え方とかやり方とかさ、もうクーニー大好きなパターンがありたいね今日ね、あれもこれも、うん、好きですね。多分だから今日はもうクーニーに任せとけば3時間ぐらいは喋ってたんだなと思って話したなかったんじゃないですか、うん、ちょっと、あ、僕がですかね、うん、ゲストさんより話したんだから、ぜひ可愛いから奥さん連れて行った方がいいですよ、うん、ねえ、本当ですよね、クーニーのがあれじゃないですか、ハマっちゃったりしてね、そのお人形がね、多分ね、うん、でもあの人形はハマりますよ、きっと、うん、本当にこう、あると怖いですね。で、それに関連したその本とかいろいろあるんですよ、それをだから見るのも面白いんですよ。地味な普及活動でございます、うんうんでもね、本当にあの、うんうん、いいかもしれないですよ、トムさんから。トムさんも言ったらもうね、なこう目玉をこれ欲しいなんて言い出しそうな。そうね、はい、うん、というわけでね、はい、あっという間にも時間が来ましたけれども、ねね、はい、また遊びにね、来ていただきたいと思います、はい、はい、来週はですね、はい、4月の28日、4月最後の木曜日になりますけれども、来週のテーマなんですけれども、はい、ね、今日決めてもらおうかなと思って、うん、何かリクエストをさせていただきまして、うん、はい、ちょっとやっぱりサンドイッチっていうことで、うんうん、いいかなと思うテーマをね、はい、出してもらっていいですか、はい、何サンドが好きかというのをぜひお聞かせ願えると嬉しいなと思います、うん、サムね、部によってね、きっとね、うん、1通ぐらいはメール来ると思うよ、うん、あのひろちゃんが作ったサンドイッチっていうのは絶対、多分あの方から届くと思うあの方、うん、何サンド、何サンドが好き、はい、ひろさんは何サンドが一番、そうですね、自分でいつもお昼はだいたいサンドイッチで、うん、まかないみたいな感じですが、うんうんうん、常にハムサンド食べてますね。ハムサンド美味しいですか、うん、食べてる気がします、はい、うん、やっぱり一番人気野菜サンドなんですけどね。あ、そうなんですか、一番人気ツナ、ざっとツナサンド、卵サンド、野菜サンド、ハムサンド、ベーコン、ポテトサンドとかね、ありますからね。安いよね、50円からございます。はい。
さん行ってみてください。ミルクの森さん、はい、ね、手作りサンドイッチミルクの森のひろさんでした、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週お会いしましょう。何サンドが好き？